本校では、アニメーションの歴史についてもべる。人間はおそらく旧石器時代のように遠い昔から、動きを描写しようと試みてきた。17世紀のトイレクリーニングの発明は、先立つ発明がいくつかあった中で、最初の画像が動く装置として説得力のある、ものであった。しかし、この画像の動きは、連続する画像による動画としてではなく、 画像の連続的な高速移動によって表現されていた。1833年のフェナキストスコープの導入は実際のアニメーションの講師であったが少数のフレームの短いループに限られていた。アニメーション図面に類似する初期の連続的画像の例がいくつかある。これらの例のほとんどは動画化すると非常に低いフレーム例としかなくあまり生き生きとしていない短いアニメーションであった。 これらの画像がアニメーションとして紹介されることはほとんどない。創造の時期に使用された技術を想像することは可能ですあるが、現物や記述の決定的な証拠は発見されていない。映画、漫画やその他の現代的な連続的画像の会社から、これらの初期の連続的画像がプレシネマとして容易に解釈されることがあるが、これらの画像の作成者がそれを基としたかは、 不確実であると主張されることがある。アニメーションとして流暢に表現するための動きを十分に分節化するために必要な1秒未満インスタンスの概念は19世紀以前には実際には発展しなかった。静止画に動きの現象を取り込もうとする試みの初期の例は動物がしばしば複数の足が重なった位置に描かれている旧石器岩の洞窟の絵画に見られる。 これらの重ね合わされた図形は、火の炎のちらつきの光、または塗装された岩壁の異なる部分を照らし出し、動きの異なる部分を明らかにするもので、アニメーションの形態を意図していると主張されている。真ん中に穴があり、両側に描かれた小さな旧石器時代のディスクの考古資料は、回転された時に動きを示すような戦士時代の相馬トロープであると主張されている。 イランのバーアンとシティで出土したもの。互いに少しずつ異なる絵が連続的に描かれている。紀元前3000年期後半。イランのシャー、イースクテで発見された5200年前の陶器のボールには5種類の連続した絵が描かれており、ヤギが木の上で飛び跳ねる様相を提している。約4000年前のエジプトの埋葬室の壁画、レスラーの動きが表現されている。 エジプトのベニハッサンのクトナムホテップの墳墓にある約4000年前の壁画はレスリングの試合での一連の出来事を明示する非常に長い一連の画像を特徴としている中世のコーデックスであるシーゲノは様々な活動段階の間に比較的短い間隔で連続的な装飾を持っている各ページの髪型にある枠内に画像があり 書籍全体を通してそのサイズと位置が一貫している。ウィンザーコレクションの二つのフォーリオ、あなたはミケル・スタディーズ・オブ・ザ・マッスルズ・オブ・ザ・ネック、ショルダー、チェスト、アンド・アームなどのレオナルド・ダ・ヴィンチによる七つの図は、上半身の詳細なレンダリングとあまり詳細でない、顔のそれが特徴である。この連続的図像は、腕が伸びる時の図の複数の角度を示す。図面は、 ある画像から次の画像へは小さな変化しか示さないので、それらは一緒になって単一の図形の動きを暗示している。古代中国の記録では、定観という発明家の発明品について言及があり、その中には人間や動物に動きの印象を与えると言われているものがあるが、実際にはどのように動くものだったかは不明である。紀元前1000年以来、 中国には薄い紙の側面に投影された互いを追いかけているように見えるシルエットを持つ回転ランプが存在した。これは典型的には馬や騎乗者を描くため、総馬灯と呼ばれていた。シルエットがランプから立ち上がる加熱された空気によって回転するよう、羽車を備えたシャフトがランタンの内側に取り付けられた。これらのよび他の動画の出現、例えば、 本の稼働装飾や人形影絵はアニメーションとはみなされない。技術的には連続した画像を素早く表示することができず、見える結果は全く現実的ではない。クリスチャン・ホイヘンスの1659年のスケッチ。死神の体の動きを表している。1880年頃のクロマトロープスライド言闘は金属や木の箱に光源を入れ、その光を レンズで修行しばの中のガラス板に書かれたカラーの絵をスクリーンに投影する仕掛けであり、フランスで活躍した神父のアタナシウスキルヒャーが1646年に考案した。動画は1659年にクリスティアン・ホイフェンスによって発明された幻灯機で初めて投影された可能性がある。幻陶器スライドのスケッチに示されている年代が 幻灯機に関する最古の基地の文書である。一つの囲まれたスケッチは腕を首から頭まで持ち上げる死神を描く。もう一つは彼の腕から彼の右腕を上下に動かすことを示している。点線は意図した動きを示している。幻灯機のための塗装されたガラススライドに動きを加える技術は1700年頃以降に記録されている。 これらは通常手で動かされた一つまたは複数の余分なガラス片に描かれた部分を含んでおり静止したスライドを横切って小さな気候が残りの画像を示した機械式スライドで人気だったテーマには風車の旋回、人形の行列、目を動かす頭、長く成長する鼻、睡眠中の口に飛び込むネズミなどがある。より複雑な19世紀のラック気候のスライドは 当時知られていた八つの惑星と太陽を周回する衛星を示していた。ガラス状の塗装された波の二つの層は、穏やかな海の幻想的な錯覚を作り出し、操作のスピードを上げることによって、ボートを揺らす非常に荒れた海に変身する。1770年、エドミー・ジルニオは、幻影の幽霊のイメージを透明でキラキラと描く、ために幻灯機スライドに煙を投射する方法を、 小術した。この技術は1790年から1830年の間にヨーロッパのいくつかの地域で非常に人気が高くなったファンタスマゴリーで使用された。説得力のある幽霊体験を作り出すために他の技術も開発された。幻灯機はスクリーンを横切って投影を移動するために手持ちにされていた。幻灯機をスクリーンに向かって動かすことで幽霊が 聴衆に近づいたり大きくなったりする。複数のランタンは幽霊を独立に動かし、時には複雑なシーンの構成の重ね合わせに使用された。幻灯は18世紀後半に日本に流入し、1803年以降に写し絵と呼ばれる映像芸能に発展した。基本的な装置の原則や投影方法は西洋の幻灯と同じであったが、 写し絵では風呂を操作する人が風呂を手に持って動き、時には複数の操作者と風呂によって複雑なストーリーが表現された。ディゾルビングビューは特に英国の1830年代と1840年代に人気の魔法の幻統気象になった。これらは通常、冬から春、または夏のバリエーションに変化する風景を、一方のバージョンからの光をゆっくりと減少させ、 他方のスライドの投影を導入することによっていった。別の使用法では、例えば樹木の像を徐々に大聖堂の像に変えていった。1840年代から1870年代の間に、いくつかの抽象的な幻灯機のエフェクトが開発された。これには、塗装された2枚のガラスディスクを反対方向に回転させることによって眩しい。 カラフルな幾何学模様を投影したクロマトロープが含まれていた。時には小さな人形影がファンタスマゴリーで使用されていた。細長いロッドやウォームホイールなども1891年に特許を取得して制作された。これらのファントクシーニスライドの人気バージョンには武器を取り付けた宙返りの猿が点灯するものがあった。ファントクシーにスライドはマリオネットや ジャンピングジャックのようにイタリア語にちなんで名付けられた。動画の出現の前にアニメーション画像を守備よく表示した多数の装置が導入された。これらの装置は人々を楽しませ、驚かせ、時には恐怖させるために使用された。これらの装置の大半は像を投影していないため、一度に一人、または少数の人しか見ることができなかった。 これらは、後のアニメーションのような大規模なエンターテインメント産業のための装置ではなく、工学的なおもちゃとみなされた。多くは、現在でも映画を学ぶ学生が、アニメーションの基本原則を学ぶために使用される。クォータリー・ジャーナル・オブ・サイエンス・リテラチュア・アンド・ザ・アーツの1821年の記事は、垂直開口を通して見える回転ホイールの、 湾曲したスポークの作詞に興味を示している。1824年、ピーター・マーク・ロジェは現れる湾曲に関する数学的詳細を提供し、スポークが動きのないように見えるという観察を加えた。ロジェは、この錯覚は十分に鮮明であれば、網膜上の光線で描かれた印象は、原因が止んだ後も一定時間続くという事実によるものであると主張している。 視覚の持続性の理論は、目に実際に提示される、静止画像の連続ではなく、映画を動きとして見る方法の原則である。この理論は1912年以降打ち捨てられたが、多くの映画の歴史の説明に残っている。しかし、ロゼの実験と解説は、マイケル・ファラデーとジョゼフ・プラトーによって、アニメーションの発明を最終的にもたらすと思われる、いくつかのさらなる研究に影響を与えた。 1825年4月、W フィリップスによって最初のソーマトロープが発売され、非常に人気のあるおもちゃになった。小さなボール紙のディスクの両面にある画像は、素早く回転すると一つの合成画像に混ざり合っているように見える。これはしばしば、視覚の持続性と呼ばれてきたものの例としてよく使われる。ソーマトロープは二小アニメーションにも使用できるが、 フェナキストスコープがアニメーションの原則を確立した以降は、この効果を伴った例は知られていない。エドワード・マイ・ブリッジによるフェナキストスコープディスクフェナキストスコープ、またはファンタスコープは連続画像の迅速な連続的置換を用いる最初のアニメーション装置であった。日本語では驚き版と呼ばれる。円盤状にした紙の片面に円周に沿って少しずつ、 彩のある絵を描き、それぞれの絵の間に、スリット状を下窓を開けられたもので、回転させながら覗くと絵が動いて見える。1832年11月、または12月に、ベルギーのジョゼフ・プラトーとオーストリアのサイモン・フォン、ストンプファーによって、ほぼ同時に考案された。プラトーは1833年1月に、彼の発明について、最初に発表した。 この出版物はピラテッティングダンサーを描いた16枚のフレームを持つ。このフェナキストスコープは静止画を連続映写することで生じる残像現象を利用した映画、アニメーションの権利を完全に再現した装置であり、1832年が映画全史の始まりであるとする意見が主流となっている。フェナキストスコープはノベルティのおもちゃとして非常に成功し、 一年以内にファンタスコープ、ストローボスコープ、ファナキスティーコープなど多くのストロボスコープディスクがヨーロッパ各地で出版された。1833年7月、サイモン・ストンプファーはフェナキストスコープの第2版に付属するパンフレットのにストロボスコープの原理を使用する可能性について説明した。英国の数学者、ウィリアム・ジョージ・ホーナーは 1834年1月にプラトーのファンタスコープを円筒状に変形させられることを示唆した。ホーナーはこのディダリアムをブリストルの眼界キングジュニアと一緒に出版する予定だったが、何らかの障害を感じたという。1865年、ウィリアム・エンサイン・リンカーンは容易に交換可能な画像のストリップを用いてゾエトロープーの決定版を発明した。基板には 紙のディスクが描かれていたが、これは商業生産されたバージョンでは必ずしも活用されなかった。リンカーンは1866年12月15日に広告を出したミルトン・ブラッドリー社にライセンスを許諾した。キネグラフのイラスト、ジョン・バーンズ・リネットは1868年に最初のフリップブックをキネグラフとして特許を取得した。フリップブックは 比較的弾力のあるページを備えた小さな本である。各ページには一連のアニメーションイメージが含まれている。利用者は通常、親指で全てのページを曲げ、その後、手を徐々に動かす。フェナキストスコープ、ゾエトロープ、プラキシノスコープと同様に、動きの錯覚は、各画像を連続する、次の画像に突然置き換えることによって作成されるが、他の発明とは異なり、 集団シャッターや鏡の組み立ては不要であり、利用者の手以外に絶対に必要なものはない。初期の映画制作者は頻繁に視聴者に届かなかった以前の装置よりもフリップブックをインスピレーションを受けているフランスの発明者、シャルル・エミール・レイノーは1876年にプラキシノスコープを開発し、1877年に特許を取得した。それはゾエトロープに似ているが、 シリンダーのスリットの代わりに、シリンダーの中心の周りに均等に配置された12個の長方形のミラーを持っている。各ミラーは、円筒の内壁に対抗して配置された画像ストリップの別の画像を反射する。プラキシノスコープを回転させると、順次画像が1枚ずつ表示され、流暢なアニメーションが得られる。プラキシノスコープは、ゾエトロープと比較して、 動画像をはっきりと見えるようにした。1879年、例ノはプラキシネスコープテアトルを含むようにゾエトロープの特許を改定した。これはペッパーズゴースト効果を利用してアニメーション化された人物を交換可能な背景に表示した。その後の改良には背景の投影までアニメーションを投影するためにダブルマジックランタンを使用した。 プラキシネスコープアプロジェクションが含まれていた。霊能は投影用プラキシノスコープを2つのスプールの間の長い帯状の傷に透明な絵を描いたテアトルをプティークに改良し、1888年12月に特許を取得した。これは細長いフィルムを用い、かつフィルムにパーフォレーションが付けられていたという点で、後の映画フィルムと近く少しずつ異なる絵を、 連続的に映写することで動画を映し出す仕組みは映画、アニメーションの概念に一段と近づいた。1892年10月28日にパリで光のパントマイムとして開かれたショーには哀れなピエロ、一杯のビール、銅化しと犬の三つの作品が含まれていた。例のはプロジェクション操作係として活動し、ショーはピアノを伴った。1895年に ルミエール兄弟によって示された映画はそれを覆したが1900年までグレバン美術館で公行され50万人以上が観覧した。テアトルオプティークがアニメーションの直接的な祖先であるという見方が一般的である。1891年、トーマス・エジソンは箱の中に入ったフィルムを一人で覗きながらフィルムを動かして動画を見るキネトスコープを発明した。 また、フランスのルミエール兄弟は1895年にフィルムを幕に映写し、多くの観客が同時に映像を見ることができるシネマトグラフを開発した。これらは、後の映画と同様の技術であり、アニメーションもこの映画術を使用していくことになるが、映画術でアニメーションが制作されるまでは10年前後を要した。アーサー・メルボルン・クーパーによるマッチャス・アンアピールは、 ストップモーションのコマーシャルである。ボーア戦争で戦っている軍隊を支援するために1899年にこのフィルムが制作されたことを示すための優位な記録はなく第一次世界大戦頃であるとするのが明白である。メディアを再生するザエンチャンテッド・ドローイングジェームズ・スチュアート・ブラックトンによるザエンチャンテッド・ドローイングはアニメーションシーケンスを含むスタンダードフィルムに 記録された最初の映画と考えられている。ブラックトンは顔、葉巻ワイン一本、ガラスの稲妻のスケッチを行っている。ブラックトンがワインを口に流して葉巻を飲むと顔が表情を変える。この映画で使われていた技法は基本的にジョルジュメリエスによって一般化されたストップアクションの効果であった。カメラは停止し、シーンに いくつかの変更が加えられた。この場合、図面は異なる表情である。ブラックトンはおそらく現存しない1896年に映画でも同じ技法を使っていた。その効果はほとんどアニメーションとみなすことはできないが、ブラックトンの1906年のユーモラスな表情はスタンダードフィルムで最も古いアニメーションとして知られてる。これは フレーム間で変更された黒板の図面で作られたシーケンスで表現を変化させる二つの顔と吹き抜けの葉巻を表示しストップモーションカットアウトアニメーションの特徴を備えている伝統的アニメーションとして知られることになる技法を最初に用いたエミール・コールのファンタスマゴリーフランスのエミール・コールは1908年のファンタスマゴリーという映画を後に 伝統的なアニメーション制作方法として知られるようになる手法で制作した。この映画は主に棒人間が動き、鼻に変身する、ワインボトルのようなあらゆる様式のモーフィングオブジェクトに遭遇する、アニメーターの手が真に入るライブアクションのセクションもあった。この映画は各フレームを紙に描き、各フレームをネガフィルムに撮影することで作成され、写真は 黒板の外観を与えた。より詳細な手書きアニメーションは、詳細な背景や文字で、各フレームを手動で描くアニメーターのチームを必要とし、ウィンザー・マッケイの手による1911年のリートルにも、1914年の恐竜があり、1918年のルシタニア号の沈没などが成功した1910年代には、アニメ短編映画の制作と呼ばれたが、独自の産業になり、 映画劇場での公開のために漫画短編が制作された。当時最も成功したプロデューサーはジョン・ランドルフ・ブレイであり、アニメーター・アール・ハードと一緒にセルアニメーションの特許を取得した。レノーのテアトル・オプティークは投影されたアニメーションの初期例として知られている。トーマス・エジソンの1893年の発明であるキネトスコープ、ルミエール兄弟の1894年の 発明であるシネマトグラフのような映画の装置よりも前のことであった。例のは、1892年10月28日、フランスのパリのムーゼイ・グロボンで3つの彼のアニメーションを展示した。これらの3つのうち現存するのは、500フレームの長さの哀れなピエロのみである。メディアを再生するエミール・コールのファンタスマゴリー、シネマトグラフが動画を大衆化した後、プロデューサーは、 アニメーションの無限の可能性をより深く探求し始めた。1897年にアルバート・ E ・スミスとジェームズ・スチュアート・ブラックトンによってザ・ハンプティ・ダンプティ・サーカスと呼ばれる短いストップモーションアニメーションが制作された。ストップモーションは画像が記録されている間に実際の物体を移動させる技術であるため画像を 通常のフレームレートで見ると、オブジェクトは目に見えない力で動いて見える。それは、不可能な行動の錯覚を生み出した、様々な初期トリックフィルム技術に直接受け継がれる。その後、ストップモーション技術を特集した他のいくつかの映画が発表されたが、最初に、広範な賞賛を受けるのは、ブラックトンのザ・ホーンテッドホテルで、視聴者を困惑させ、さらなる発展を促した。 1906年にブラックトンは愉快な百面相というスタンダードフィルムにアニメーションが最初の描かれた作品を作った。これは黒板にチョークで描かれた顔をコマ取りしたもので突然顔が自律的に動くものであった。フランスの監督エミール・コールによるファンタスマゴリーも注目に値する。1908年8月17日、パリのティーター・デュ・ジムナズで 初めて上映された。コールは、その後、1912年に、ニューヨーク近郊のニュージャージー州フォートリーに行き、そこで、フランス資本ののスタジオであるエシュクレアで働き、アニメーション技術を米国に広めた。メディアを再生する活動写真2005年に、発見された制作者不明の、活動写真は、大阪芸術大学の松本夏樹とアニメーション。 研究家のツケンシンこれによって日本最古のアニメーション作品であると推測されており、1907年から1911年の間に作られたと思われている。この映画は50枚のセルロイドストリップの一連の漫画画像で構成され、1秒間に16枚のフレームで3秒間続く。活動写真と書いて、鑑賞者に向かい、帽子を外し、敬礼をする。 セーラー服の少年を描いている。これは裕福な家庭用プロジェクター所有者に販売するために量産されたという証拠がある。松本によれば比較的質の低い印刷技術はそれが小規模な映画会社によるものである可能性が高いことを示しているエミール・コールの影響を受けてラディスラフ・スタレビッチとして知られているロシア生まれの監督のベワディスロブ・ストレビッチは 死んだ昆虫を使ってストップモーション映画を作り始めた。1911年、彼は複数の異なる昆虫間の反逆と暴力の複雑な物語、カメラマンの復讐を制作した。人形アニメーションのパイオニア作品であり、そのような劇的な複雑さの最も古いアニメーション映画であり、動機づけ、欲求、感情で満ちている。1914年、 アメリカの漫画家ウィンザー・マッケイは手書きアニメーションのの初期の例である恐竜、ガーティを発表した。映画はマッケイのボードビル出演のために作られ、マッケイは一連のジェスチャーでガーティと話す。映画の終わりにはマッケイがプロジェクションスクリーンの後ろを歩いているシーンがあり、彼がスクリーンに現れ漫画の恐竜の背中に乗る。このシーンによって恐竜、ガーティは実写映像と 手書きアニメーションを組み合わせた最初の映画となった。マッケイは映画のために使った1万点の図面のほとんどを手書きした。メディアを再生する恐竜、ガーティ・また1914年、ジョン・ブレイはジョン・ブレイスタジオを開き、アニメーションの作成方法に革命をもたらした。ブレイの部下の一人であるアールハードはセルアニメーションの特許を取得した。これは、 透明なセルロイドシート上で動く物体をアニメーション化することを含む。アニメーターは静止した背景画像の上にシートを撮影して一連の画像を生成した。これはブレーの革新的な組み立てラインの使用法と同様に、ジョン・ブレースタジオが最初のアニメーションシリーズであるコロネル・ヘイザ・ライヤーを制作することを可能にした1915年、マックス・フライシャーとデーブ・フライシャーの フライシャー兄弟はアニメーションをフィルムから参照する仕組みのロトスコープを発明し、そのスタジオは後でここザ・クラウン、ベティ・ブープ、ポパイ、スーパーマンなどのアニメーションの古典と呼べる作品を発表した。1918年、マッケイは戦時宣伝ウェイがルシタニア号の沈没を発表した。マッケイは絵画のような新しいアニメーション技法のいくつかを使用したが、 制作をすべて彼自身が行ったため、第一次世界大戦が終わる直前まで実際には発表できなかった。この時点で大規模なアニメーションスタジオは業界標準になりつつあり、マッケイのような芸術家は世間の目から遠のいていった。メディアを再生するパッド・サリバンのフィライン・ホリーズ。1919年。アルゼンチン出身のキリーノ・クリスティアーニが1917年に、 作った、人は、最初に知られていたアニメーションによる、フィーチャー映画である。また、1931年の、ペルードポリスなど、二つのアニメーション映画を監督した。しかし、これらはいずれも現存しないパッドサリバンスタジオの、オットーメスマーは、1920年にフィリックス・ザ・キャットを制作した。スタジオのオーナーであるパッドサリバンがフィリックスの、 制作のすべてにクレジットされており、これが初期のアニメーションスタジオでの一般的な観光となった。フィリックスはパラマウント映画によって配給され、多くの視聴者を集めた。フェリックスは商品化された最初の漫画だった。ドイツでは1920年代にバルター・アルットマン、ハンス・リヒター、オスカー・フィッシンガーによって抽象的図像を音楽に合わせて動かし動き、 そのものの美を表現しようとして抽象アニメーションが制作された。いわゆる大敗芸術に対するナチスの検閲が1933年以降、抽象アニメーションの発展を妨げた。実験的アニメーションの制作者としては、ロシア生まれで、フランスで活動したアレクサンドル・アレクセーフと、スコットランド生まれで、カナダで活動したノーマン・マクラレンが業績を残している。 アレクセイ F はピンスクリーンと呼ばれる装置を発明してアニメーションで木炭画帳を再現した。マクラレンはドイツ表現主義やイギリスの連来の影響を受けシネカリグラフ、ダイレクトペイント、ピクシレーションなどの技法を発明した。現存する最後の長編映画は1926年の影絵アニメアクメット王子の冒険でカラー着色フィルムを使用していた。 制作を指揮したのは、ドイツのロッテ・ライニガーとフランス系ハンガリー人のベルトール・バルト主であった1923年、ラフ・オーグラムスというスタジオが破産し、その所有者であるウォルト・ディズニーがロサンゼルスに新しいスタジオを開設した。ディズニーの最初のプロジェクトは、多くのキャラクターと対話するライブアクションの女の子を特色にしたアリス・コメディーズシリーズだった。 ディズニーの最初の画期的な作品は1928年の蒸気船ウィリーでミッキーマウスシリーズの3作目にあたる。これはアニメーションとしては初の本格的な陶器ーーであった。ただし多くの人が蒸気船ウィリーが最初の音がついたアニメーションであると信じているが、これ以前に1924年5月から1926年9月にかけて マックス・フライシャーとデーブ・フライシャーがサウンド・オン・フィルムという技法を使って19の音のついたアニメーション作品を制作している。1933年にはワーナー・ブラザーズが設立された。ディズニーのスタジオはウォルト・ディズニー自身が厳重に管理していることで知られていたがワーナー・ブラザーズではアニメーターの自由を許し、 アニメーターがより身近なスタイルを開発することを可能にした。フルカラーの三色テクニカラーを使用した最初のアニメーションは1932年にディズニーによって制作された花時でこれはアカデミー賞を受賞した。カラーアニメーションは間もなく業界標準となり1934年にワーナーは最初のカラー映画である。 メリーメロディーズシリーズのハネムーンホテルを発表した。一方、ディズニーはアニメーション映画の成功は情緒的な物語を伝えることに依存していることに気づいた。彼はアニメーターとは別のストーリー作家によるストーリー部門を設置した。これはディズニースタジオが1933年に初めて開発したキャラクターである3匹の小豚でその進化を発揮した。 1935年、テックス・アベリーは、ワーナーとの最初の映画を発表した。アベリーの作風は、スラップスティック感覚で、急速に変化し、暴力的で風刺的であった多くの人が、ディズニーの1937年の白雪姫を、最初のアニメーションのフィーチャー映画として考えているが、それより前に少なくとも7作のフィーチャー映画がある。しかし、ディズニーの映画は、 手書きのアニメーションを使って完全に作られた最初のものだった。白雪姫のアカデミー賞審査の7ヶ月前にディズニーが制作した白雪姫の宣伝用アンソロジーフィルムを除く他の作品はリエアゲ絵ストップモーションを用いた作品であった。他方、この頃ディズニーとは異なる方法論、作風によるアニメーションを制作するものもあり、その代表例は フライシャー兄弟である。ディズニーの動物を擬人化した子供っぽいキャラクターとは対照的にベティブープやポパイなどは大人に受け入れられたキャラクターであった。カラーテレビは1951年に米国で導入された。1958年、ハンナ・バーベラは最初の30分番組ハックルベリーハウンドショーを発表した。テリトゥーンズは 同じ年にトム・テリフィックを発表した。1960年、ハンナ・バーベラは、プライムタイムのテレビで最初に、アニメ化されたアニメーションのテレビ番組、原始家族、フリントストーンを発表した。テレビは、劇場で上映されていたアニメーションへの大衆の、興味を減退させた。明確な定義がなされた子ではないが、アートアニメーションと呼ばれる、美的、造形的価値を追求する。 アニメーション作品群があり、東欧では第二次世界大戦前から発達した。この地域ではアメリカで発達したセルアニメーションが普及せず、安価で制作できる人形劇アニメーションやキリエアニメーションが用いられたほか、地域性として人形劇の伝統があったことが発達の背景にある。チェコでは1940年代から ヘルミーナ・ティール・ロバーが人形劇アニメーションや立体素材を用いた作品を制作し、その他にはイジ・ートルンカやカレル・ゼマンなどが1950年代から60年代にかけての代表的制作者である。ロシアはロマン・カチャーノフのチェブラーシカのような人形劇アニメーションやヒョードル・ヒートルークのような風刺的作品、ユーリノル・シテインの話の話などの切り絵アニメーションが アートアニメーションとして代表的である。ユーゴスラビア時代からスタジオが存在した、クロアチアやソビエト時代から国営スタジオが存在したエストニアでは、セルアニメーションを用いたアートアニメーションが制作されている。ポーランドやハンガリーでも制作されており、1982年にヨザフ・ジェムズが制作した油イによるアニメーション、英雄時代は、 長編アートアニメーションの代表作である。アニメーションを作成するために無数のアプローチが長年にわたって発生してきた。ここでは一般的技術として組み込まれている非伝統的な技術を説明する。最初の完全にコンピューターアニメ化されたフィーチャー映画はピクサーのトイストーリーである。CGI アニメーションのプロセスは従来のアニメーションと同じくらい面倒で、 に通っているが、原則の多くには依然として従っている。マシニマは、リアルタイムの 3D、コンピュータグラフィックスレンダリングエンジンを使用した、映画制作を、制作方法である。ほとんどの場合、ビデオゲームは、コンピュータアニメーションの生成に使用される。マシニマに基盤を置くアーティストは、しばしば著作権で保護された素材を再利用するファン、レイバーヤーズである。 イランのアニメーションは、主にアニメーターのラダイン・ザランケクに追うところが多い。ザランケクは、モーテイザ・モーメイス、ファーシド・メスガーリー、アリアクバル・シダギー、アラピック・ボグデサリアンのような他の仲間のアーティストと協力して、インテレクチュアル・デベロップメント・オブ・チルドレン・ヤング・アダルツを創設した。マレーシアのアニメーションは、1946年に、マライアン・フィルム・ユニットの設立に始まった。 最初の短いアニメーション映画は、ヒカヤットサン・カンチルであり、1983年に放映された。1985年から1987年の間に登場した短編映画に、ザ・マウス・モンキー、ザ・マウス・クロコダイル、ザ・クローレイジ、ザ・ラビット・アロガント・ザ・ライオン・オブ・ヘイロバなどがある。チェコの人形アニメーションのルーツは、1940年代。 半ばに人形劇場経営者エドゥアルド・ホフマンとイジー・トルンカが指導的なアニメーション学校ブラトリブ・トライクを設立した時に始まりまった。以来アニメーションは拡大し繁栄したエストニアのアニメーションが始まったのは1930年代である参考文献オンラインありがとうございます。